いやこれね本当に視聴者の皆さんちょっと大問題起きて、はい、マジクソだなあいつ、じゃ本当にマジクソだなあいつ、1ヶ月分今日なしだぞ、それ約束だね、はい、ナイスヘアクリア本日はちょっとでもこれね、はい、本当にね、はい、今日は何、俺はお怒りモードなのか喜びモードなのかどっちだと思う、ま、怒り3割ぐらいだね、違います、はい、般若モード、般若モードは聞いてない選択肢なかったなかったな、確かに、いやこれね本当に視聴者の皆さんちょっと大問題起きて、はい、まあ、笑い話に、まあ、するけど、まあ、言ってするしかないですね、するしかない、前が、はい、撮影終わって、はい、飯行こうかって言ったんだな、お前も行って結構ほぼほぼ行ったよな、トシ君もったろ、いた、カンタさんがいなかった、ね、あカンタだけいなかったな、で、まあ、飯行って撮影後にで、たまたま俺はちょっと先輩に会ってそこでね、そこでね、うん、で、はい、2個ある、俺めちゃくちゃ怒ってることが2個もある、そうそう、そのキミコの店、まあ、これちょっとバーンって画面出しちゃってる、キミハウスね、キミハウス、まあちょっとね YouTube も撮らせてもらって、俺の同級生の女で、はい、まあ、暴走族の元暴走族だけど、はい、すごいいい店だわ本当に、でお客さんもそんななんか悪い人いない、行った確かに俺も何回かもう3回ぐらい行ってるけど、うん、そのやんちゃな人っていう感じではないな、うんうん、でそこを紹介してほしいと、その先輩がね、おあだったら僕も一緒行きますわって自分もね誘われてないのに、誘われてない、行きましょうよって言って、うん、とりあえず僕らもこっちに飲んどるもんで、うん、もう向こうが出るって言ったもんね、じゃあ先行っとくわみたいな、あ2人その方たちはね、なで30分後に出たんだよな、うんうんうん、で健太郎と岡部が一緒に行きたいと、はい、君ハウスに、確かに健太郎さんめちゃくちゃノリノリで行きたいみたいな、行きたいって言ったよな、なんかガードマンになりますみたいな、ね、そうそうそう、ガードマンになるっていう設定だったの、ボディーガードになりますみたいな、そうそうそう、でだったらまず約束は次の日絶対休むなよって、そうだね、うん、休んだら1ヶ月分の給料なしだぞ、1ヶ月分の給料なしだぞってぶっちぎったら、それでも行きたいです、それでも行きたいですと、相当行きたかったんだね、いいんだなお前って言ったよな、あれしかも翔さんは辞めといた方がいいっていうのを振り切って言ったからね、言ったよね、で次の日ぶっちぎりました、ね、それから会ってないからな、本当に夜9時ぐらいに翔さんに電話来てました、なんて9時夜9時ぐらいすいません、9時まで電話かと思ったんだけど、寝てたらしいよずっと、それ嘘でしょ、いや9時まで寝るって嘘だ、おしっこ漏らしとるわ、かけづらかっただけでしょ、マジクソだなあいつ、じゃあ本当にマジクソだなあいつ、で第2話、はい、いや多分あいつ張り切っとったんだ、俺と飲むんで俺のこと好きやん、あいつ結構健太郎で、で俺がさ僕席のほうの机の上にボーンってカバンとか置いたら、社長あれ危ないんでとか言って、僕が持ってきますとか言って自分の机の前に置いてカウンターのね、あんたが一番危ないよって、そうそうそう、でその5秒後ぐらいビールこぼしてあいつ俺のカバンにブワーってついて、お前のせいで汚れとるねとか言って、まあ、張り切っとったんだけど、何って言ったら向こう2人だったの、その先輩ともう一人その先輩の同級生で、名前ちょっと忘れちゃったけど、で俺にとっては先輩なわけじゃん、もうずーっと絡むわけよ、でも本人に言わないんだよ、あこいつの年はとか、岡部マジで人のこと悪口言うやつ嫌だよなとかなんかわかる、でその先輩たちの逆に気使って、でもお前かっこいいじゃんとか言って、お前ってとかやりそうめっちゃやりそういやかっこよくないしお前ってだから出直せやこいつ、ちょっと待って想像できるよめちゃくちゃ、そうだ、俺も黙っとったの最初は、まあ、聞こえんふりして、うん、で先輩たちも聞こえんふりしとった、大人の対応しとった、だんだんなんか俺は社長守っとるみたいな、なんかそういうなんかもう単純意識だろうな、うん、で俺が途中で「お前笑顔しとけ!」とか言って怒ったんだわ、そうなんだ、もう先輩も黙っとるやろとか言って、聞こえてますよね先輩とか言って、もう全然聞こえとるよって言って、まあだけど、まあ、全然怒る気持ちじゃないよって、この子の気持ちも分かるしぐらいな感じだったの、優しい、ね、もうお前喧嘩してんのかよ、喧嘩しろよって言って、じゃあお前絡めよこっちに岡部に言わんと、なんか岡部こうだよなとか、なんかずっと言っとるから、うんうん、無事ゲーなの、え、まあ、その場はどうなったの、そうなった、まあ、それで終わった、健太郎さんあすいませんみたいな、あすいませんみたいな、そこで目覚ますよね、目覚ますよねで帰りタクシーを、うん、まあ一人の先輩は俺家が近かったもんで、うんうんうん、で一緒に乗ってきましょうって、健太郎たちも一緒に乗って、まあ、俺も行かんだけど前に乗っちゃって、その人が後ろの健太郎真ん中の絶対そうだよね、だって岡部さん真ん中やばいもんねだろで、なったらその人にも肩当たってほしいとか、でも本人に言われたわ、岡部肩当たってほしいとかじゃあお前ええんじゃーって俺も怒って、それは当たるよね、3人後ろ乗っとんのも当たるでしょってね、そうそうそう、小さい子供じゃないんだから、一生懸命喋ってきたんだよその先輩は、まあとりあえず健太郎さんに、まあとりあえず健太郎どうする？でも忘れとると思うよ、みよ。記憶ないと思うよ、ところどころ。記憶ないか。
ってあの人のことだもん。俺は酔ってて忘れて、ま、覚えてないですすいませんっていうの言い訳かなと思ってるけど、表現するからね、飲むとあの人人変わるから。じゃあ本当に変わるよな。うん、まあもうすぐ着きますんで。健太郎さんはびっくりするだろうな。びっくりする。一番今地球上で会いたくない人俺だと思うやつ。うん、ただそうだと思う。だって1ヶ月分給料カットだもん。なんかあれだよ、健太郎さん慣れてる人と慣れてない人の前でだいぶ違うもんね、人が。なんであんなことするんだろうな、あいつ。悪いやつじゃないじゃん、あいつ。めちゃくちゃ面白いし、いい人だよ。いい人だよ。優しいし。優しいじゃん、めちゃくちゃ。おとなしいし。すごい。ちょっと借りるな。はい、10分、10分。はい、あ、すみません。謝ってくるもんだけど、すまんない。大きい声出さないから、すまんない。何しかした、はい、何しかした、何しかした、何しかした、答えろ。まず記憶あるんですか。あ、記憶あるだろ。記憶は多少っすね。いいね。俺で次の日ぶち切ったらどうなるって言った。覚えてないです。嘘つくな。1ヶ月分給料なしだぞって言ったよな。はい、覚えとるかよ。いや、すげえ覚えとるか。暴力的コンテンツ絶対られるやん、俺この野郎。あ、それ絶対俺が悪くなっちゃうだろう、これ。はい、すみません。あ、なんでぶち切った。急にカメラなんで。なんでぶち切ったってことやろ。はい、切れなかった。あ、起こしに来てくれたんですけど。誰が起こしに来たんだろう。岡部です。起こしに来たんだろう、はい、朝迎えに来ました。岡部が部屋まで来たんだろ。部屋の中まで来ました。うん、来てくれて。健太郎君仕事っすよとか言って、あれ無理。お前それ一番いかんだろ。それなんて言うんだ、無責任。お前は自分の現場もあったんだろ。ありました。誰がその穴を見るんだって。お前頭でトラック乗って行く現場あったんだろ、実習生と一緒に。はい、でそれ誰が穴を見とるんじゃ。みんな、みんなだろう。はい、残業になるんじゃそれ。人数では言ったら一人だけど、トラックが行けへんもんね、何日だす。1ヶ月分給料なしだぞ。そういう約束だね。はい、いいな。はい。じゃあ奥さんに言うわ。奥さんのとこ行くわ、これな。はい。1ヶ月小遣いなし。小遣いですか。まあいいよ、給料も奥さんが渡すもんだ。お前渡したんじゃねえか。いや、絶対ね、もらうよ、奥さんから。小遣いなしでも。小遣いなし。奥さんに言いに行く。奥さん優しいもん。ダメ。それやったらもう。クビ。1ヶ月分給料なしがいいか小遣いなしがいいか、どっちがいい。あ、小遣いです。約束しろよ。はい、分かった。奥さんに出すで、お前内緒でもらったらお前しばきますぞ。分かりました。ほんで、まあ、まずはじゃあその件で、でもう一個あるだろ、お前。もう一個っすか。うん、俺のボディーガードで豪語して飲み歩いとったよな。今日は僕が新種ボディーガードやりますわ、シャシャってバッグなんか後ろのテーブルに俺がパッと言って、危ないっすか、ここに置きますとか言って、すぐビールこぼしとったよな。あ、すごいでねえのかも。ほんでお前俺の先輩にずっと絡んどったよな、ターゲンみたいな絡み方して。で俺2回怒っとるの覚えてるか。1回目だけです。店でな。 で、はい、でタクシーの中でも怒っただろ。それはタクシーでもなんかまたこいつ肩当たってるし、何が腹立つんだお前って言って言ったら覚えてる。怒られた記憶しかないです。あ、それ2個目のミスだろ。はい、なんで月給1ヶ月なし。はい、で1ヶ月分の給料とお小遣いなしってことだわ。どっちにしてもね。分かったか。はい、そうそう、まあ給料はちょっとあかんだよ、奥さんの生活がある、子供の生活があるな。うん、お前はペナルティだと完全に。そうです。ケンタラさん本心隔離しようもん。隔離1ヶ月だけでな。パワハラなんかもらう関係ねえよ。家族にも会えない1ヶ月だけ。ちゃんとあのレッサーの小屋俺残っとるね、小屋と。あのもうどこまで隔離ですか。隔離だってお前なんかもう首輪つけて。いいか。はい。ちょっとそのレベルでしょ、でもお前やらかしたこと。ドバによったら確かに寝坊とかもないしね。は寝坊もないし、ね。ないしな。水道通ってます。は水なんか飲まんといいやん。ペットボトルで飲まない。水通ってますよ、あそこ。お風呂入って犬 だってあの水入れるやつ置いてあるから。お風呂。あ、お風呂。あ、お風呂なんかなしだわ。銭湯でも行って砂だよ。砂でやばい。水つかして見た目大事。砂でガーッ油取れるわ。ちょっと開けていいですか。あ、暑いですか。あ、エンジンかけよう。あ、涼しいやんか。どうでもいいことだろお前。みんなの現場のお前は穴開けた苦労に考えたら、はい、こんな10分15分のお前動画1本チェキー。
シャラシャラが答えてみよう。なるほど、まだハゲシャラが。そうです。あで、俺のところ電話あるかな、電話もないしな。何しちゃっとるこれ。なるほど、俺黙って待っとったよ。家宝は寝てまでっていう3日間待ったよ、俺は。石の上にも3日っていうやつが。まあ、そうか。じゃあ反省の意をちょっとカメラに向かって行ってみ。それ次第だ、お前の月給がなくなるか、小遣いがなくなるか、嫁に怒涛に迷わせるか。今回のことを反省して、次に生かせるように。すっげー、全然気持ち乗っかってねえ。頑張ります。頑張ります。全然心が乗っかってねえやねえか、お前。まあ、頑張れ。仕事頑張るのがまず仕事だね。まあ、仕事は頑張ってるけどな。たまにはちょっと恥ずかしがりだな。喋らんから、たまにお客さんになんか挨拶なかったとか。挨拶とか、そこじゃお前一番になるよ。ケンタラさん、大きい声出せんじゃんだって。じゃあ一回出してみ。ありがとうございます。どうす。あらー、冷めてるな、お前。お前向かってみ。それはやりすぎてお客さんびっくりしちゃうからダメだ。向かってみ。どうす。あらーって言うよ。向かい。どうす。何せやっていいや。何言ってるかわからんしも。どうす。どうもうさ、逆にびっくりしちゃうから今ぐらいでいいんだよ。車の中でよかったら。もう全開閉めて。車の中で騒いだってよかったら。じゃあ今日、奥さんアポ取っとけよ。今日ダメでしょ。でも給料日の方がいいんじゃないだったら。あ、給料日か。あ、俺ゴルフだ。15日でいいわ。14日夜に元気でも行きます。あ、家庭訪問。家庭14日夜パワハラ訪問確定。いしょー、本日の動画は終了です。また見てねー。まあ、だけどそれちゃんとやれよ、お前。ほんとな、はい、大切な一員なんだから。はい、はい、以上。はい、あの足場の次第の買い取りと実習生今やってますんで、はい、実習生も今本当にね、結構昨日ちょうど決算報告たまたま税理士来たって聞いたけど、はい、まああっちはね、事業だけどビジネスで金がいるからさ、投資が。だからもう10年間はいらないから、そこに投資してくださいって言って、でもまあまあ数字は順調で人が結構集まってくれてるみたいなんで、本当にね、まあ、いい実習生も集める力あるからさ、ぜひ声かけてください。はい、飲み会イベント、飲み会、あ、そうそうそう、これ一番大事。最近ね、そうそう、これね、100人集まったらやるんですけど、はい、勘違いしてたのは、登録してくれたらそこに案内を送るっていうだけだから、飲み会だけじゃないしね。そうそうそう、イベントごと全部、ね、そうそう、だからもう、じゃあ足場だけとか、じゃあ名古屋でやるから来れる人とか、大阪でやるから来れる人とか、いろんな会あるよな。それ女だけもあるよな、逆に。で、女の人が50人以上来たらね。そうそう、でこっちも女だけでもいいじゃん、逆に。でも女の人ってやっぱ男の人に会いたいって思うんだよ。まあでも意見交換にはなれるよね。そうそうそう、女だけだったらなんか別に、なんでわざわざ YouTube 見て。いやでも女子だけでも楽しいかもしれんよ。知らん人でも、うん、まあ行くじゃん。ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしいな。まあ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 、どういう会になるかわからんけど、まあ登録した感じと数とか見ながら声かけて、はい、そうそう、であそれを通知していくからどうだろうね。でとりあえずまあ100人集まったらどういう会第1号、ね、1回で、ああいうゴルフコンペとかもそこに案内出そうと思ってますんで、はい、あのゴルフコンペも結構集まってめっちゃ面白かったから、またやるんで、そちらの方に登録してくれとったら案内も通知が来ると思うから、はい、ぜひそちらの登録もよろしくお願いいたします。はい、せーの、また見てねー。